ジョージアームストロングカスター。ジョージアームストロングカスター。ジョージアームストロングカスター。1839年12月5日から1876年6月25日は、アメリカ陸軍の軍人。カスターは、オハイオ州、ニューラムレーで、カジア県農民の父親、エマニュエル・ヘンリー・カスター。1806年から1892年と、マリー・ワード・カーク・パトリック。 1807年から1882年の間に生まれ、曽祖,祖父はドイツのライン川付近から移住したドイツ系移民で、ドイツ系アメリカ人協会によると、カスター家はイギリスとの戦いで先行を挙げたヘッセン公国の兵士にまでに遡ると伝わる。この説によれば、一族の生命はもともと発音も表記も異なるカスター、キュスターで、 高知ドイツ語に属する中部ドイツ語の一方ことの名前を避けて英語風のカスターと改めた。一方、母方はイギリス系アメリカ人イングランドであったので彼はドイツ系とイギリス系のハーフの血統に生まれたことになる。家族は彼にアームストロングと名を付けたが中世彼を OT と呼び続けた。カスターはオハイオ州モンローで兄弟と幼い時を過ごした後、 オハイオ州ホープデールのホープデール大学に進学した。大学時代、貧しい生まれのためにカスターは、同級生と石炭運びの仕事を行い、部屋代を稼いでいた。1856年にホープデール大学を卒業、両親は聖職者になることを望んだが、カスターは難関である、ウェストポイントの入学試験に合格して、陸軍の士官候補生となった。 カスターは1860年度のクラスで教育を受けたが学業成績はかんばしくなく、通常であれば、左官邸まりが見えている状態だった。また、気象の激しいカスターはしばしば騒動を起こし、退学を警告されることも少なくなかった。しかし幸運なことに、南北戦争の勃発が彼に立身出世の機会を与える結果となった。在学中に南北戦争が勃発。 卒業を一年繰り上げて、騎兵将尉に任官。第一次ブルランの戦いでは、第二騎兵隊の士官として、ウイジンを飾った。第五騎兵隊に移っていくつかの戦いを経験した。あと、騎兵中尉として1862年に、ジョージ・マクレラン少将を率いるポトマック軍に参加。半島方面作戦で、南軍の軍機を戦場で奪い取る功績を挙げている。マクレランは、 カスターの勇敢さを称賛して、彼を一時的に名誉大佐の権限を与えて、自らの副官に指名、カスターが歴史の表舞台に立つきっかけとなった。1862年11月に、マクレラン将軍がエーブラハム・リンカーンとの対立で、陸軍最高司令官とポトマック軍司令官を解任され失脚すると、カスターも中尉に戻って、前線勤務に復帰した。カスターは、 ポトマック軍の騎兵旅団長を務めていたアルフレッド、プレソントン中佐の配下に入った。カスターは、プレソントン中佐に多大な影響を受け、プレソントンもカスターを評価して徴用した。カスターは後に、世の中のどんな父親もプレソントンが私に注いだ。愛情以上のことはできないだろうと感謝の言葉を残している。チャンセラーズビルの戦いを経て、 プレソントンが少々に昇進すると、部隊はゲティスバーグ方面作戦で南軍を捕捉する役割を与えられた。カスターは、プレソントンの騎兵旅団の中でも、最も勇敢な士官として評判を集め、とりわけ、ブランディステーションの戦いでは大胆不敵な戦いぶりを示した。プレソントンが政治的駆け引きのために、政治家の息子を順序に引き立てると、 軍の批判を避けるために、有力な士官を一時的に昇格させる必要があった。各種テカスターは別の同僚と共に、正規軍中尉から、義勇軍、衆軍巡将へ昇格し、より大きな部隊を任されるチャンスを得た。彼の軍人として、最大の軍港は1863年6月28日、ゲティスバーグの戦いで訪れた。戦いの3日前に、 将軍へ昇進したカスターは、騎兵旅団の司令官として参戦、南軍切手の騎兵司令官として知られていた、スチュアート将軍と、相対する機会に恵まれた。1863年7月3日、ピケットの突撃の後に、スチュアート将軍の騎兵攻撃を、グレック殉将の騎兵旅団と迎え撃った、カスター騎兵旅団は、激しい白兵戦闘の末に、 南軍騎兵を追い払って撃退した。南軍の攻撃の中で最も厄介だった、騎兵攻撃を跳ねのけたカスターの功績は、こう賞賛された。正規の旅団指揮官としての地位を実力で物にした、カスターは後に、陸軍元帥となるフィリップシェガン将軍の配下に移り、手柄を立て続け23歳の若さで、義勇軍少将,将に昇進し、少年召喚、ボーイゼネラルと呼ばれる名声を得た。 階級変動の激しい内戦期の軍隊とはいえ、二十代前半で将軍職に就くことは異例中の異例であった。ゲティスバーグの後もカスターの功績は続き、撤収しようとする南軍の退却を阻止する戦果を挙げた。ここでカスターはユリシーズ・グラント将軍と南軍のロバート・イーリー将軍の会談前に独断南軍の戦線に乗り込んで降伏を迫り、 救戦機を受け取るという越権行為を働いた。カスターの部別的な行為に対し、リー軍のジェームズ・ロングストリート将軍は強く抗議した。しかし、シェリガン将軍は、カスターのこの行為を黙認し、南軍との救戦条約締結の場、アポマトックス・コートハウスに、北軍代表として加わることを許した。南軍が北軍への降伏文書に署名した机は、シェリガンの行為によって、 この後結婚したばかりのカスターのニーズ前の贈り物として寄贈された。現在この机はスミソニアン博物館に展示されていい。シェリダンはこの贈り物の許可証に次のようなメモを挟んでいた。奥さん、これはですね、あなたの勇ましいご主人の望んでらっしゃるものの、私たちの個人的なサービスによる寄付なんですよ。カスターは時に向こう水なほどに勇敢な人物であり、普通なら、 たじろぐような銃火の中にも平然と馬を走らせて敵軍へと向かっていった。損害を恐れずに猛然と突撃するカスターと彼の騎兵旅団は多くの死者を出しつつも軍港を重ねしばしば北軍に軍事的優位を与えた。当然、カスター自身も何度も死の危険にさらされたが常にかいくぐり、戦争中一度として怪我を負わなかったために強運の男としても知られていた。 また、カスターダッシュとも呼ばれた強硬な突撃は事前に熟慮された上で実行されており、命知らずな無鉄砲というわけではなかった。ただ、カスター自身は、強運の持ち主であることに一番誇りを持っていたという。一方で派手好きな性格は、主観時代のままで、自らの騎兵に赤いマフラーを身につけさせていた。1864年2月9日、 イングランド系アメリカ人のエリザベス、リビー・ベーコン、1842年から1933年と結婚する。リビーの父親ダニエルは裁判官を務める人物で、この結婚には、猛反対していた。戦後、大幅な軍縮と州軍に出向していた将校の正規軍復帰が展開され、将校や主官の階級調整、同様のことは、 第二次世界大戦後も行われたが行われると、未だ24歳で、軍歴も3年未満のカスターを将軍に留め置くことは、平時の年功序列性から見て不自然であり、戦時中としても異例ではあったが、衆軍と正規軍の階級格差や年齢面からの調整によって高階級へと戻された。戦後、ニューヨーク市での鉄道や炭鉱事業に誘われていた。 カスターはしばらく長期休暇を取って、除隊を検討していたが、フランス帝国と戦争状態にあったメキシコ政府から、陸軍省という破格の地位を打診され、休暇を利用して、これに加わることにした。しかし、フランスとの対立を恐れる合衆国政府は、カスターの行動を問題視したため、彼は政治問題の過中に巻き込まれてしまった。 メキシコ軍参加を諦めたカスターは1866年5月に軍を除隊して軍時代に縁を持ったミシガンに向かい政治家に転身することを検討した。政治的にカスターは北軍司令官ながら南部に同情的な部分があり民主党を支持してレコンストラクションに消極的反対を表明した。民主党から選出されたアンドリュー・ジョンソン大統領が 奴隷制廃止や南部占領統治の見直しを検討すると大統領の南部訪問に同行した著名人の一人として政治的に彼を支持することを鮮明にした。必然的にカスターは共和党勢力からは裏切り者として攻撃の対象となりジョンソン大統領から南部復権の支持と引き換えに軍の交換となる約束を結んだとされた。噂の真偽はともかくカスターは 実際に、ジョンソン政権から陸軍中佐に任命され、第7期兵隊の連隊長に就任した。これは、南北戦争時代の上司で、インディアン戦争の葬式を行っていた、フィリップ・シェリダン将軍の推薦でもあり、ほどなく名誉少将としての称号を与えられたカスターは1867年に、シャイアン族とスー族への攻撃に参加した。戦いに参加して、すぐに、 カスターのもとへ、ライマンキダー隊員の部隊が移動中に、数族に襲撃されたという本が届き、キダーの虐殺、現場に向かったカスター隊は殺害された、キダー隊員の遺体を見した。白人のインディアンに対する反感は高まる一方となったが、当のカスターは、インディアン戦争にあまり乗り気ではなく、無断で一家のもとに帰って、軍務を半ば放棄してしまった。 軍はカスターに一年間の禁止処分を懲罰として与えたが、カスターをインディアン討伐に適任と考えていた。整理団の取りなしで刑罰は減刑された。1868年11月27日、カスター中佐は、以後の合衆国の対インディアン政策を決定づける軍事行動を行っている。この日、カスター一隊は、 現在のオクラホマ州の西部を流れる雪深いし下、川べりに、カイオワ族やアパッチ族と共に、悲観のため51の TP からなる野営を張っていたシャヤン族は兵派のラックケトル州長のバンドを吸収し、子供も見境なく、銃撃を加え、全滅させた。この民族虐殺は、ウォシタ側の戦いと、白人からは呼ばれているが、実際には戦いというより、 一方的な虐殺だった。ブラックケトルは白人との和平会談の中心人物として和平を解き続けた人物だったし、彼らの TP には和平を表す白旗が掲げられていた。ブラックケトルはシェリガン将軍が彼らとの和平交渉を経ずに彼らを襲撃するとは信じようとしなかった。ブラックケトルは妻と共に自分の TP の傍らで死にカスターの石膏を務めた。 王政持続によって、その頭の皮が剥がれた。この戦いで、カスターは彼らの土地を補給拠点とするマッシュ国軍最初の作戦目標を達成した。シャイアン族は、11人の戦士と19人の女子供が殺されたと証言しているが、カスターは、103人殺したと報告した。カスター側の死者は、将校が2人と、兵卒19人で、 これは、ブラックケトルを救出に来た、アラパホー族や、シャイアン族の別バンド、カイオワ族との戦いでによるものである。生き残った50人以上のシャイアン族が奴隷として、連行された。この、勝利はインディアン戦争史上初めて、米国陸軍が得た勝利とされ、シャイアン族の南部領土は合衆国が占領することとなったが、実情は戦術したように、非戦闘員の民間人や、 乳児も含む無差別殺だった。カスターはこの子供の死者数をワシントン政府に全く報告しなかった。ワシントン政府もこの虐殺について何らの調査もしなかったのである。そしてカスターはこの虐殺について上司であるシェリダンとウィリアム・シャーマンの両将軍から褒められ、再びカスターの名は英雄として輝かしいものとなったのである。そしてこの 和下川の虐殺以後、白人側は、インディアンとの和平階段交渉を打ち切り、保留地に入ろうとしないインディアンたちに対して、容赦のない軍事絶滅作戦を行使する方針を取ることになったのである。1869年の春、カスター中佐は、シャイアン族との和平協定締結のため、マジナイ氏でもあるホホナーを蓋ね、岩の張り出し酋長と会見した。 彼らに幸福を迫るカスターに対し、州長はティッピーの中で聖なる矢の上に座らせて和平のパイプを回し飲みする儀式を行った。カスターは和平のパイプを吸うことを拒否したため、州長はパイプから灰を気づかれないようそっと、カスターのブーツの上に落として呪いをかけ、もしお前がシャイアン族との和平協定を破って裏切れば、大精霊の名にかけて、 直ちにその身に死が訪れるからなと警告した。七年後、カスターは、シャイアン族を含むインディアンたちを襲って敗れ、戦死した。この時、戦死した、カスターの耳には、シャイアン族の女性によって、警告をあの世でよく聞けるようにと千枚同士で、穴が開けられたとされる。1873年、カスターは、ダコタの鉄道職員を防衛する戦いに赴き、 トング側の戦いで、数族と交戦した。これが、全面戦争にならなかったのは、不況で、鉄道建設資金が枯渇したからだった。合衆国は1868年に締結した、ララミートリでの条約に違反し、ブラックヒルズに、鉄道建設の前線基地を建設する計画を立てた。1874年、偵察隊を率いて、不可侵地。 ブラックヒルズに侵入したカスターはそこで均衡を発見した。請求で名誉欲の強いカスターはこの報告が全米に新聞報道されることで名声を得ようと微量な発見であるのにそこ,ここに転がる金をブーツで蹴られるほどだと古代に報告した。こうして不可侵地のブラックヒルズはゴールドラッシュに湧くこととなり一攫千金を夢見る白人たちによって蹂躙される。 こととなり、白人が踏み荒らした道は、以後、カスター道、カスター、エストレールと呼ばれるようになった。この土地は現在では、サウスダコタ州、カスター市となっており、ウーンデットニー選挙事件の発端の場所の一つとも、なっている。数族との戦いは1876年4月6日に、エイブラハムリンカーン要塞から大軍を率いて、観光される予定だったが、その直前にカスターは、 同じ北軍出身のグラント大統領の汚職問題について証言するため召喚を受けた。4月4日に民主党支持者としてカスターが法廷で証言を行った後、汚職に関与していた国務大臣ベルナップが警察に逮捕される事態に陥った。証言を終えたカスターは前線に戻る前にペンシルベニア州フィラデルフィアを旅行し帰りにニューヨークへと立ち寄ったが、 そこでグラント派の共和党支持者からの攻撃を受けた。共和党はグラントに不利な発言をしたカスターを中傷するネガティブキャンペーンを展開。また、グラント大統領自身もカスターの現場復帰を要請するシャーマン将軍のアルフォンソ・タフト陸軍心への手紙を握りつぶした。圧力の事実を知ったカスターはシャーマン将軍からワシントンを離れる前に グラント大統領と会見することを勧められた。カスターは、グラント大統領に、弁解の場を設けてくれる様に頼んだが拒否され、やむなく、シカゴへと向かった。シカゴで、要塞司令官のテリー淳将と会見したカスターは、グラント大統領からの政治的圧力について話し、テリー淳将はグラントに、カスターの恩赦を求める報告書を送った。シャーマンやシェリダンも、 軍事的要素からの判断をグラントに要請し、グラントもカスターが、インディアン戦争や、南北戦争で功績を挙げていた事実を無視できず、彼の現場復帰を許した。1874年のブラックヒルズ到達までの間、白人とインディアン小族、数族、シャイアン族も含むとの戦いは激化の一途を辿っていた。アメリカ政府は、インディアンとの平和協定を結んでは破りながら、 徐々に、西方へと進出を続けていった。政府は、インディアン戦争の最終的な決着とブラックヒルズの占領を望んで、より広い範囲でインディアンを攻撃することを決断した。グラント大統領は1876年1月31日までに、指定保留地へ移住しない場合、アラパ法族と数族を殲滅すると宣言した。 期日が過ぎた1876年5月17日、グラント大統領は、数族との和平条約を破棄して、第7騎兵隊を、エイブラハムリンカーン要塞から先発隊として、出撃させた。カスターも色あせつつあった、少年召喚としての名声を、数族に解消することで一気に回復しようと、望んでいた。白人との全面戦争を前にシッティングブルラは、 各部族と会合を開いて対策話し合うこととしたが、これは過去最大のインディアン選手を一箇所に集めることにもなった。1876年6月25日、カスターは自ら700名の部隊を率いて、リトルビッグホーン側、インディアン側の呼び名は、グリージーグラス側を遡って、大白人政策と宗教行事、サンダンスのため集結していた。 ラコタ族とラコタ族のスー族、シャイアン族、アラパホ族のインディアン同盟部族からなる総勢約1500名のティピー・ヤヤ会議場が存在するとの報告をインディアン石膏から受けた。カスターは、騎兵隊を3個分隊に分けて攻撃することを計画。マーカス・リノ隊、フレデリック・ベンティン隊、そしてカスターの本隊に分割した。ベンティン隊は敵の退却を阻止するために、 南と西に向かい、リノ隊が集会所の南側から攻撃を仕掛ける間に、カスター隊が迂回して攻撃するという作戦だった。一斉攻撃を流行るカスターに対し、副官マーカスリノは慎重に行きましょうと助言し、ジョン・ギボン大佐は、カスター君、あんまり欲張るもんじゃないよ。インディアンは、何しろたくさんいるからねと忠告した。カスターが、 最も信頼していたインディアン石膏のブラティナイフも敵型として数族の数があまりにも多すぎると何度何度も忠告していた。しかし勝ちを焦ったカスターはこれらの意見を無視し、隊を3つに分散させての迂回攻撃を開始した。リトルビッグホーンの戦いが始まると、各部隊は予定通りの進軍を開始したが、リノ体はすぐにシャイアンの戦士たちに取り囲まれて、 身動きが取れなくなった。さらに、ダコタキ兵の突撃で無防備な左側面を強襲されて完全に敗走に追い込まれた。リノ隊の兵士は命からがら近くの森林地帯に逃げ込んだが、そこもすぐにインディアンの追撃を受けて、さらに逃げびなければならなくなった。伝統的な騎兵攻撃、土と金床とこの金床とこが崩れ、当初の作戦は瓦解したことが明らかだった。 しかしカスターは単独で攻撃を継続するという勇気を通り越して無謀に近い劇を遂行、本人の大軍に取り囲まれた。乱戦の中で指揮を取っていたカスターは銃弾に貫かれ、戦死、他の隊員も軒並み殺害され本隊は全滅した。カスターは死の間際に万歳。野郎ども奴らを片付けて本隊に戻ろうぜ。と叫んだと言われている。両軍戦力について、 インディアンの数については、諸説あるが1800人を超えたという点では、いたしており、対するカスター隊は208名だった。カスターを殺した戦士が誰なのかは、インディアンの間でも論争があり、複数の戦士が名乗りを上げている。インディアンたちは、すでに石膏の報告によって、カスター隊の接近を把握していた。しかし、彼らの数に比べ、カスターたちの数があまりに貧弱なので、 他に隠れている部隊があるのではないかと考え、カスターとは正反対に慎重な行動をとった。カスターに対し、彼らインディアンは積もり積もった怒りを爆発させた。特に、シャイアン族は、押した側の戦いをよく覚えていたのである。カスターの挑発は、とてもよく目立ち標的となった。また、クレイジーホースも、彼の顔をよく見知っていた。対してカスターは、彼の顔を知らなかった。 戦いから2日後に、テリー淳将の援軍が到着して、無残に散乱した、騎兵隊の遺体を回収、指揮官、カスターの遺体には、胸と頭に銃創があった。陸軍は戦場に記念墓地を建設して、カスターを、埋葬、1877年10月10日に、母校である、陸軍士官学校と陸軍の主催で正式に、軍創が取り行われた。カスターには、 軍気を平気で破るなど無効水なところがあり、その傲慢な性格が災いして、全滅の浮き目を見た。彼の書き残したメモには、弾薬の包みを持ってきてくれとあった。カスターは、リトルビッグホーンの戦いでは、輸送馬車に2万4000発の弾薬を置いたまま、兵士たちには124発ずつしか弾薬を装備、させていなかった。カスター隊の全滅は、 白人社会に衝撃を与え、ボズマンタイムズ紙は7月3日に第一報を伝えている。7月4日までにはニューヨークにこの事件が電報で届き、7月6日にはビスマルクトリビューン紙がカスター虐殺の第一報の見出しでこれを伝えている。カスターはメディア戦略によって自己宣伝を最大限に活用した軍人だった。積極的に 新聞マスコミを戦場に招き、当時としては異例だった、取材協力の見返りとしてカスターは、好意的にかかった。風貌面でも、人一,一倍磨かれたブーツや整えられた金髪の、ひげなど、伊達男としての華やかさを持っていたことも、彼が長らく、アメリカ人から好感を抱かれた要因であった。カスターは、熱心にこの子をイメージを売り込んだ。1863年に、 順庄へ昇進した際は、下手屋に特注した黒いビロードの特製制服を着て、周囲の度疑問を抜いた。この制服には、袖から肘にかけて、金モールが飾り付けられており、襟に白い星がついた、セーラーシャツと重ねられた大変に派手なものだった。カスターは後に、戦場で部下から目立つような、こういう服が欲しかったのだと述べている。5月23日のワシントン大通りでの栄誉の、 記念更新では、カスターはの全員に派手な赤いマフラーをつけさせていた。越平式では、群衆から女たちによって、カスターに花束が投げられ、彼の馬が驚いて、貫越席に飛び出し、刀と帽子をなくしたというエピソードも残っている。カスターは恋にしろなんにしろ、巧みな演出によって、白人大衆の心を完全につかんでいた。カスターが、 再三熱望していた軍人としての名声は、図らずも彼が死んだ後には生かした。アメリカ白人市民は、インディアン戦争に巡視したカスターを英雄視し、彼をイギリス紳士の末裔、軍人の勘として称賛した。酒造会社のアンハイザー、ブッシュ社は、カスターの死を弔って、酒のラベルに最後の戦闘風景画を用い、全米の酒場はこの瓶を置いた。ちなみに、 このラベル画は、カスター最後の抵抗と題されている。さらに彼の妻もまたメディアを通じた宣伝を行い、彼女の手によって刊行された自伝で一層に高められた。リビー・カスターは出版物から映画に至るまで自身で検閲を行い、カスターの死後57年間、アメリカ白人の英雄として彼のイメージを美化し守ることに残り人生を捧げ、歴史家、小説家、及び 映画脚本作家は、カスターの消えない肖像を国家の良心に刻み込んだというわけである。多くの公人、有名人がカスターを称賛した。セオドア・ルーズベルトの妻もその一人だった。しかし、こうしたカスターに対する賛美も、1960年代後半からのインディアン系政治運動、レッドパワーの高まりに伴い、自国の歴史に対する、 白人系住民の自己批判が要求されると彼のインディアン戦争時代の行為に賛否が分けられるようになった。アメリカ史におけるカスターの評価の変動はその時々のアメリカにおける感情の映し鏡になっており、このことを歴史家エヴァン・コンネルは以下のように風刺している。1970年以降はカスターはモンキリ型の英雄としてではなく、 悪いインディアンと呼ばれてきた数族などのインディアンのみならず白人系住民からも過去の汚天の象徴のように扱われるようになった。しかし、そもそもインディアン戦争は政府、軍交官の方針に従って国家全体で行われた行為であり、カスターの個人的行動のように判断するのは中立的ではない。白人系同士の殺し合いに対しては、 反戦主義を主張したウィリアム・シャーマン将軍も、インディアンに対しては、別種をあらわにして、ならず者の,のインディアンは、老いも若きも女子供もかかわらず、すべて残らず殺すべきだと根絶を主張している。基本的には、インディアン戦争を遂行した、グラント政権が、インディアンの暗圧の旗振り役だったのであり、カスターは単に軍人として、戦争行為の一翼を担ったに過ぎないとの以下のような、意見もある。 人道的問題を別にした場合、軍事的にカスターのインディアン戦争での指揮についての是非が話題の中心となる。グラント大統領はリトルビッグホーンの戦いについて無理な戦力消耗を批判してり、カスターを推薦したシェリダン将軍もこの戦いでの敗北はカスターがインディアンを過度に見くびったためだと述べた。シェリダンはカスターがガトリング砲の設置を行わなかったのを 最大の質としたが、しかし一部の歴史家は川を越えるのに、ガトリング法が邪魔な存在になっていたことを指摘している。一つ間違いのない事実は、インディアンの圧倒的な数的優位を無視したことが、敗北とスター自身の死に結びついたという点である。カスター自身はインディアンに対し、以下のような意見を述べている。この鋭い考察の中の運命は、結果として彼自身にも降りかかることとなった。 カスターは生涯で様々なあだ名をつけられた。少年召喚、長髪の男、ロングヘア、フロントロイヤルの南部同盟の囚人、バージニアの死刑執行人、シェナンド・アダニの民家とナヤのブチコ壊しや、ワシタカワシア,イアン族のインディアン殺し、自分と262人の男たちを、リトルビッグホーンで死に導いた見エっ張りの馬鹿などなど、枚挙に暇がない。軍隊ではアームストロングを縮めた。 OTE やカーリー、頭文字の GAC から取ったジャックが使われた。ミシガン旅団からはオールドカーリーと呼ばれた。水族からは、その要望からパフスカ、挑発野郎と呼ばれ、平原のインディアンたちから黄色い髪、明けの明星の息子、サン・オブ・ザ・モーニングスターなどと呼ばれた。水族はまた、カスターが戦場でなかなか馬から落ちないことから、硬いケツとも呼んだ。 第7機兵隊の隊員も同じ理由で硬い血、ハードアス、鉄の血、アイアンバトと呼んでいた。カスターの南北戦争での功績を記念した多くの銅像や街が作られている。レッドパワーに押され、1970年代に西部劇映画が衰退するまで、カスターはハリウッド映画の中でロマンチックな悲劇の英雄として扱われた。 70年代以降はインディアンに代わってカスターが悪役にとって変わったものが多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。